皆さんこんにちは。仁愛大学入学広報センターです。本日はネット出願の仕方について説明をしていきたいと思います。ネット出願のやり方ですが、まず本学のホームページにアクセスをしてください。アクセスをしてもらったら、一番上のところにある受験生の方というボタンを押してください。受験生の方というボタンを押しますと、受験入試情報のページに飛びます。そのページの一番下の部分、ネット出願というボタンがございますので、そちらをクリックしてください。そうしますと、ご覧のようなページに飛びます。このページのところ、一番下のところから個人情報の取り扱いに同意するにチェックを入れていただきまして、出願手続きのボタンを押してください。クリックをしたら、ご覧のような画面に飛んでいきます。自分が受験する入試制度を選択してください。選択をしたら、次へをクリックしてください。今回は一般選抜前期及び大学入学共通テスト利用選抜1期を使って説明をしていきます。一般選抜前期を受験する人は、まず一般選抜前期をクリックしてください。その後、自分が志望する学科を選択し、第一志望、第二志望の順で押していってください。4学科を選択する場合には、それぞれの学部で第一志望、第二志望の順で押していってください。その後、自分が選択する科目を選択してください。人間生活学部の場合には A 方式、B 方式がございますので、自分が受験する方法を選んでください。人間学部及び人間生活学部を併願する場合には、人間学部と人間生活学部、同じ科目を選択するようにしてください。試験会場は本学、金沢、富山、新潟がございますので、自分が受験する試験会場を選択してください。次に、大学入学共通テスト利用選抜を受験する方は、こちらをクリックしてください。その後、志望学科を選択してもらいます。各学部、志望の順に選択をしてください。その後、大学入学共通テスト成績請求番号を入力してください。そして、次へを押してください。次に、個人情報の入力画面となります。個人情報の入力をしていってください。郵便番号を入力後、郵便番号から住所を表示するというボタンを押しますと、住所が自動で入力されます。また町番地を入力していくと思いますが、数字やハイフンは全角で入力をしてください。電話番号は確実に連絡が取れる電話番号を入力してください。メールアドレスは各種メールが送信されます。
必ず自分が確認するメールアドレスを入力してください。次に出身高等学校等についてです。出身高校などは直接打ち込めば候補が表示されます。その後、家庭、学科、卒業年を選択してください。最後に活動報告書の部分になります。参考目ございますが、それぞれについて記入をしてください。すべて入力ができたら、次へ押してください。こちらが登録の最終確認画面となります。誤りがないか、必ず確認をしてください。確認をし、誤りがなかった場合は、次へ押してください。お支払い方法の確認画面に行きます。クレジットカード決済か、コンビニエンスストア決済、銀行 ATM または PayG での決済、ネットバンキングでの決済、4種類が選べます。確認をしたら登録を押してください。登録を押しますと、出願登録完了となります。ですが、出願が完了したわけではございませんのでご注意ください。この出願登録完了画面で出ています整理番号およびセキュリティコードは、この後の出願手続きで必ず必要となってきますので、必ずメモをしておいてください。この画面に来ましたら、まず検定料のお支払いをお願いいたします。検定料のお支払いは、この1番、検定料のお支払いにあります URL を押してください。URL を押しますと、お支払い方法を選択できます。クレジットカード、コンビニ、ネットバンキング、ATM、ご希望の支払い方法を選択してください。クレジットカードを選択した場合は、カードブランド、カード番号、有効期限、カード確認番号を入力し、入力内容を確認してください。コンビニを選択した場合には、どのコンビニでお支払いをするのか選択をしてもらいまして、それぞれのコンビニで支払い情報が違います。支払い情報を取得して、各コンビニで支払いをしてください。お支払いが終了したら、画面を閉じてこちらの画面に戻ってください。次に必要書類の郵送の確認をお願いします。必要書類の郵送につきまして、必要な書類の一覧がこちらに表示されます。確認後、下のチェックボックス、出願手続き完了までの手順を確認しましたのにチェックを入れて、出願履歴の確認をしてください。ここで先ほど出てきました出願登録完了の際に出てきました整理番号およびセキュリティコードが必要となります。申し込み確認画面から氏名、生年月日、整理番号、セキュリティコードを入力してください。
入力をしたら次へをクリックしてください。なお、出願申し込みの確認についてはインターネット出願トップページにあります右上の申し込み確認というボタンからも行くことができます。次へを押しますと申し込み一覧が出てきます。申し込み一覧の中にある出願確認表、写真表、受験表、活動報告書、宛名ラベルの4つをクリックしてそれぞれ印刷をしてください。それぞれクリックをするとご覧のように PDF ファイルで表示がされます。それぞれのページを印刷してください。印刷が完了しましたら再度必要書類の確認を行ってください。郵送しなければいけない書類は入信によって違いますので必ず募集要項をご確認ください。書類を郵送したら出願は完了となります。当日受験票を持って試験会場までお越しください。以上でインターネット出願の方法の説明を終了いたします。ありがとうございました。